どうもー、ミルクボーイです。お願いしまーす。ああ、りがとうございます。ね、今、よく見ると、未だに、毎週月曜24時30分から25時と書かれている、カタの内話をいただきましたけどもね。<laughs> ありがとうございます。<ら>もう、こんなん最初に作りすぎたんでしょうね。ということで、<laughs> えー、こちら生産者ネーム、いちごにはうっすら毛が生えているさんからいただきました。<laughs> あ,ららありがとうございます。プレゼントでね、 視聴者プレゼントで送ってるうちわには、まだ <laughs> <ー>とか最初の、ま、最,初の最初の30分の頃、はいはい、24時30分から15時ちょうどって書かれてるらしくて、そっから25時30分になったんですけども、<ー>今日まさに今日から、24時から、えー、25時、はいはい、24時59ですかね。 なので、ちょっとうちはもうね、まあ書き直すか、まあでも大量にあるらしいですよ、まだ。まああれはレア、レアということにしおいてください。書き直しもせんへんもん初代、初代っやったやっん,んとかもせんへん。歴史さ、あ、この時ってこうやったんやっていう。あ<ー>あ。最初ってこうやったんやって思えるし品。そんな変わってないね。ぐちゃぐちゃなって。<笑><笑>もうないで今や。今やないから。うんう。レアですから。これ送り続けますんで。はいで。あとステッカーもね。新しなってますから。新しなってこれ,これ交互期待ですよ。ほんまやね。 来た人。また、あの、X とかで、あ、これ来ましたっていう。うん。言ってもらって。変わりましたっていうのを多分あげるでしょ、どうせ。あそうやな。これになりました。ので、これ来ました。めちゃめちゃいいん誰の手に届くのか。ね。大体、大体持ってるやろけど。マジで何大体持ってる。何枚も持ってるやろ、もう。さあ、誰の手に届くのか。どんぐらいの確率なのね。まあでも、 まあでも、ほんまの送ってきてくれた人の中から、あの、抽選やから、マジでまあ。結構らいました。読まれたとかじゃないもんな。読まれたとかじゃなく、送ってくれた方の中から抽選で。結構おるででもなんかもらいましたっていう人。だおる人が見せてくるからやろな。ああ、そう。うん。貰ってひごばさみさんとかも、500万円ぐらい持ってるんじゃん、ほんま。<laughs> 死ぬほどもらってるかもしれん。困ってるかもしれん。な<あ> <laughs> もらいすぎて。うん、ええー、まあちょっとね、これを送りますんでまたお願いします。はいえー、続きまして、感覚つかみのコーナーです、えー。こちら生産者ネーム、運動ニューロンさんからいただきました。はい、あ,ありがとうございます。ね、今。 ガラケー時代、センターに問い合わせをして、メールを受信し、携帯がバイブレーションした、あの感覚をいただきましたけどもね。あ,<ー>ありがとうございます。もう、こんなん何ぼあってもいいですからね。<laughs> そうか。そんなん忘れろよ、もう。あのそんな <laughs> 残ってるそんな感覚。ほっといてじゃないだからセンター問い合わせっていうのまあ、にしといて、あの、まあまあ、と思って、パカって閉じて、あれかかるやん、時間問い合わせもさ、今ほどこんなパン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 。 ええ、そうやったっけタイジ G みたいなんじゃないやん全然。っっどこやった俺は元々フォン、もともと J 本。お、J フォン,フォンあれ、俺も J 本やでお。最初 J 本。あれ、どこもやろ最終的に。最後、どこも。憧れて、どこもにやっと行けた。どこもの、茶色い、赤茶色のみたいな、ンジ色みたいなやつでしょはい。<あー S 2> <laughs> 最終。えー、N。 N, N に憧れたんや、俺は。とにかく。<laughs> ドコモの N。これがボンカテの多分言うてるけど、N にほんまに憧れた。あのー、言ったと思うけど、エモジーの、あのー、外枠がないのよ、ドコモのエモジーはーこれ。ほんまに俺それダサいと思うね。あの、J ンとかさ、その、笑顔マークやったら、今、今の LINE の顔文字とかももちろんそうやけどさ、うん、もう、丸、輪郭があって、名々。 口みたいな。笑ってる、泣いてるとか。丸いやつじゃなくて、どこもの輪郭がなかった。あれが良かったね。ふんわりしてる。輪郭ないね。もうふんわりというか、輪郭ないね。目と口だけ。あの、なんやろな。あれはこの。あはい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 。こういう。なんていうこの。もう線だけでね。線だけで色がついてんのよ。目、目。あとは空気みたいな。あれ嫌やったけどな、俺。俺、それがほんま好き。その。好きでないね。輪郭あんのが情け。文字がついないね。おなんか、その。 どこもの、これ、なんだろうな。俺、輪郭あって、なんか、どんくさい気がしたこの、それ書かな、分からんかというか、顔っていうのは分かるでっていう、別に。だから、ライン、スタンプでもさ、やけど、なんか、スタンプの、これも凡歌で多分絶対言ってるけど、外枠があんの嫌やね。この漫画の一コマみたいな切り取られたスタンプは、もうその、そこの、ラインの世界観に馴染んでないやんいう。そんな、泣いて世界観も、クソあんなの。キャラクターだけのやつはめっちゃええね。キャラクター、でも、 この、周りもなんか、四角で、そこだけそのスタンプの世界みたいなされてるのが、すごいどんくさい気がする。そんな入り込んでんはや、携帯の中に。めっちゃどんくさい。俺、だから、長渕のスタンプがすごい好きで、あんねんけど、それはでも、もう、長渕の一コマみたいな感じだよな。その一コマ。実写それともなんか、いやつ？ええと、ま、あアニメから、実写の、体だけ小さいやつ。顔だけでかくて。そうそう。んで、音のあるやつ。 あ、嘘なんにゃん。やねんけど。どれ使うんそれ。で、それ、だから使ってないね。もう取ったものの、周りがこの、かたどられてるっていうのがすごいどんくさい。<laughs> どんくさいっていうのがおもい、ね。なんかその、ぼてぼてしてるというか、スタイリッシュじゃないね。<ー>そこに入れよっていう、その、キャラクターだけ、そのあの、ラリーのとこに入ってこいよっていう感じ <laughs> <laughs> なんでお前その、お前の一枠やねんっていうのが。そっちの世界から言うてるみたいな。そねんな。なんか、そこだけなんかその、だからそれを使う人も、 ちょっとどんくさいと思ってしまうん、ね、で、なんか、これ使う人か、っていう、このスタンプで。いや、そんなおらんて。<laughs> みんな使うって、そんなん別に。だバキのスタンプとか、そのもう、その、バキだけがる、ね、誰に使うねん、それ。<laughs> バキのスタンプと長渕のスタンプ。まあ、HG さんとかな。<や>筋肉の人には、こう、筋肉のスタンプ、えー、限定しすぎやろ。筋肉さんのスタンプはやっぱその、筋肉さんじゃないねんけど、まあ、筋肉の人の絵のやつやねん。それは HG さんが描いてるから。やっぱその、えー、その、 上手くないっていう、その感じ、いいですよねっていう。まあ、言わんけど別に直接言わんけど、やっぱ、そうっすよねっていう、なんか感じが、すんねんな。まあな。それだけの、え、もう、だから、ドコモとかはその絵文字も。なんでその、どのタイミングでドコモに変えたん ?JFON から。ここ、家族で JFON やった家族で JFON やったから、もうそれはもう。うん、え,え、え、ボーダーフォンまで行ったいや、JFON、 で、au, EasyWeb, 学割があったから、なぜえそんなコロ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 変えてんの俺、学割があったから、EasyWeb の時代もあったよ。ええそれ、大変やん、それ、会社いろいろ。大学からだから N 行けたのは、どこまは横浜か。もうその頃。あ中学から横浜。いや、俺はその携帯ショップみたいなのがさ。あ、もうそれはもう。なんかもうカメラ屋さんについてるみたいな。カメラの北村うん、北村かわからんけど。カメラ屋さんとセットになってるみたいなとこしか、近所になかったから。そんな多分、バン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 。 好きなようには。うったら。う,たらうん。持たなあかんかった、ね。いかんかったね。だからボーダホンで。俺未だにアドレスボーダホンやで。<laughs> ソフトバンク。<laughs> 使わんけどないなんかソフトバンクに変えれんねんけど。 はいはい。ボーダフォンのままでも別にいけんねん、その引き継いで。うちわと同じ理論やん。12時半からの。そうそうそう。うちわのこの時代あったなっていう。この方この時代あったな12時半から1時の。アドレス入れなあかんやつあるやんか。なんかそういう契約とかで。あとなんかメール送りますみたいなのとかさ。自分で手書きの時とかもあるやんか。あれとかもだからボーダフォン。俺もそれどこもやな、その時の。あ、もうでも使うことないけど。あれも変えたいけど、もう変えるまでもないやんか。めっちゃ暑いのあれだから。 誰に別に変えましたって昔はあんま変えたよ。何変えたアドレス変えましたって。あの、なんか変えれんねえんな。なって変えれたんやから。なんか前、なんかどっかに送んねんな。変えるとき、んやったっけな。どっかに送るんん。あまあ、ドコモの。で、すぐ変えれんねん。多分アドレス。あんときに。メールを、その変えたいところにメールを新しいアドレスで送ったら、やってんよ。なんかほんまに。でね、もう、なな前のんやか言えるけど、なんか、なんやったかな。ほなんかね、 そうミルク、それこそミルクボーイの感じやけど、バナナ、<え>バナナバードとかなんかわけやかななんか、ド<ー>ンキーコングでなんかあったんかな<ー>バナナバードバナナちゃんみたいななんかそんなにしてた。<laughs> <laughs> アドレスそんなとかでなんかもういっぱい変えて、あ<ー>もう付き合いしたらブームが、その彼女の名前入れたりするやつおったもんな。あの、メールアドレス変わりましたみたいな。<ー>ちょっとわからんように。わからんにした。イニ、まあ、シとかね、その、K、A みたいな。なねね、K、A なんとかとか。 小文字の i とかで囲んだ。変え<ー> <laughs> ました、みたいな。1>, 1番とかにしてたよな、<laughs> 001、好きな子。彼女か。えぇ、ー、何それ、001で。電話帳の、<う>電話帳の000か001か、電話帳の一番上に来るように。ほうほうすぐかけれるように。うん、というよりその一番やれってことやろう、ね、そら。それはなるほどな。子、みたいな。これほんまわからいよな、だから今もう今の子は。 今の子聞いてない、そんな。聞いてないから。大体同世代から。聞いてないから。みんな分かるって同世代。今の子って。同世代から。マジで。今の子聞いてなかった聞いてない何時から始まったもえやじゃ、別に。いや、ええねこれ、別に。いや、懐かしいな。問い合わせね。絶対どこものあの顔文字が良かったっていうのはあると思うけどな。なんかね、そっちが、そっちがなんか、主流、一号とか。そう、マジで主流やなんでなのね、なんか、ユーザーが多かったからか。っていうのが良かったよ。カメラ早かったら J ンやけどな、絶対。 カメラ最初だった、J、J-HONE。え、それでえ、それ買った俺カメラついてた最初のやつ。えー、すげえあの、縦長で、ボタンのとこだけパカッてなる。はい,はい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 。あ,<の>あれが最初のカメラつきやろよう分からん。そう、だからほんまに最初。え、すげえ何その最初の何撮った何撮った一わん一番分からんけど、パカッて開いたとこにプリクラ貼ってた。<laughs> あの、開いたとこの喋る口のとこにプリクラを貼ってた。何撮ったやろう裏とかね、あの、なんか。電池ね。電池,ック電池のとこにね。 プリクラ。いい別に、で別,に別に、別に男だけで撮ったプリクラ貼ってたあれそうそうそう、逆にそれがい,いみたいな,そな、ね。それなんやねんあれ。逆にそれがい,いみたいな。女の子撮んのなんか、ちょっとシャバいみたいなさ。<ー>逆に男友達の意味がわかんななんでそれ隠したいん、ね、だあれ。でもそれを凌駕したやつがもう彼女と撮って、貼ってるみたいな。そうやな。そうか。ああ、よかったなわかりますよね、皆さんね。 聞いてないか今。聞いてない、全然,全然聞いてないよ <laughs> そのマジでうん。えー、ということで、えー、今日も始めましょう。ミルクボーイのの塊 <music> この番組は、w e d r i v e ドリームス大和物流と、弁当を世界に招き食品がお送りします。 こんばんばはミルクボーイのみです,そうですさあ始まりましたミルクボーイの煩悩の塊3の20ですえおのおの108を2回足してくださいよろしくお願いしますお次三の21やん2、うん、1 21やんお,<ー>お<ー>いいね123の反対急に何回かもわからなくなりましたね <laughs> 108を2回で今30確かにうん、ね、なんか前にあのー、結局 なんか正解はまあ俺が悪かったんやけど、うん、俺が悪かったと思うんやけど、うん、あのタクシーに、ね、乗った時に、あのー、すごい近くでロケがあって、うん、家の、あのー、帰り、まあ、チケットもらって家近いからその運転手さんも知ってると思って「うん、あのどこどこまでお願いします」ってその家の付近の目印のこと言ったら「うん、それどこですかね?」みたいなね。 いるから勝手にまあこの人も知ってると思った。まあ俺も悪いけど、うん、あ、ほなそこまで行く道を、まあ言います、みたいなで。うん、で、言って。で、その途中もなんかちょいちょいなんかその、まあちょっと初老ぐらいの人やってるけど、うん、なんか、横から来る自転車にこう右折で当たりそうになるみたいな。危なっ。危なっていう。で、自転車譲るかと思いきや自分が行くみたいな。ええー、<laughs> 危ねいっていう。わかんな危なっていう感じの人やって、なんか、まあ道ちょっとあんま知らんかったのと、その危ないっていうので、なんか、ちょっと、うん、 自分の中でポイントが、マイナスポイントが溜まってて、うん、こんなんかなっていう。で、家付近まで着いて、うん、あのん、ー、ナなんモです、みたいな値段言われて、うん、で、そのロケでチケットをもらってたから、タクシーチケット、うん、それで、書いて、で、出したら、あ、すいません、これあのアプリで読んでたんで、プラス100円芸者料金かかるんでした、みたいなで言われて、書、はいて持ってたから、うん、値段も、その最初言われた値段を。うん、あ、ほんまですか、すいません、つって、こう、シャシャって20銭引いて、うん で、その、ゲーシ金プラスした値段を書いて、<う>で、ほんなんこれで、つって、あまあ渡して、終で終わったやん、うん、で、家、もう、付近に歩いて行ってたら、すいません、みたいな。えこれ使えませんわ、って言われて。えでな俺、なんか最初何言われてるかわからなくて、その、違う人になんか、もうそんな危なっかしい運転手さんやったから、なんか、また別のとこでなんか、当たりそうになって、結構歩いてたから俺。えー、なんかもう別のとこでなんか、その、変な、 事件起こしたんかなと思って、そのちゃんがごちゃごちゃになってるんかなと思って、なんか言い合いしてるんかなぐらいの感じを持つと、俺も気にせず歩いて家の方に行ったら、うん、すみませんって結構こっちやったから言うてんのが、うん、あ、俺かと思って、な、何ですかって戻っていったら、これ使えませんねんって言われて、えなんでですかって、いや、これ訂正してるでしょってって、これも訂正したらもう二度と使えませんねんってチケットええってなって、うん、いや、過去に、あのー、あったなと思って別にその、 言われてさ、そういう時あるやん、その、あ、すみません、これ、ちょっと高速料金足してなかったんで、これ、値段これでした、みたいなって結構あるやん、チケット書く時にさ。まあこれ僕もチケット使い出しからその分かったというか、その、チケットハプニングというか、うん、最初、あの、後ろのタブレットみたいな、タクシーのタブレットに書かれた合計料金みたいなもう勝手に書いてたら、これプラスされるんです、みたいな。うん、使い出すのは分からんかったけど、うん、それハプニングあるっていうのまあまあ、書くにも何回かあったし、んで、シャシャって二重数で書き直して、うん、で、ちょっとずらして上の方に値段書くみたいなで、うん、で提出して、別に今まで、 いけた時あったから、うんうん、ええと思って、うん、いや、これでも、訂正したら二度と使えないんですって、そのおちゃんが、<laughs> 二度と使えないですって、なんやねんって、そ別に、もともと二度も使う気はないけどと思いながら、その二度と使えないです。なんかやったら、今日、この、結構、ぐっとくんのよ。<ー>もう訂正する感じで、もう二度と使えないんです。いや、で、俺も思ってたから、いや、ええーって言いながらも、いや、以前も使った時、これで何回かあったんですけど、って言ったら、うんうん いや、以前は以前であったかもしれないですけど、うん、これあの、訂正したら二度と使えませんねんっていう。ええー、おえ<れ>うん。あったけどなと思って。で、その後別になんか、だから俺らもテレビ局の人からもらうから、そのもしかしたらテレビ局にこれ二度と使えてなかったとかがあるんかなと思って、ハプニング。でもそんなんやったらさ、それ、うん。もっとテレビ局の人もこれ、あの、一回ミスったら二度と使えないんで、ミスらないのしてくださいとかさ、チケットの渡すときになんか、言いそうなもんやなと思って。うん,う,んうん。いや、結構、 三ラリーぐらい、いや、あの、使った時、今まであって、って、それで別に、何もほんま言われてないんですっていう。うん、いや、これでも、それはあったかもしれませんけど、おうおう二度と使えませんね。使えませんね。もう、固くなに動こうとしない。<う>でも、もう、まあ、もう俺も、帰りたかったし。<laughs> そんなことにな。<laughs> <laughs> で、まあまあ、その、莫大な、その、遠いとことかではなかったかほんま家も、まあ、幸い近所やったから、もう、じゃあかります。じゃあもうお金、払います、って。言って普通に現金払って。で なんか、おっちゃんもなんか、その、俺が多分、腹立ってる感じもわかったんやろうし、二度とこれ使えませんのでね、ってなんか言われて、ガンって捨て台詞みたいな。え最後にそう。で、お金払ってんのよ、俺、ほら。で、ほら逆にその、今まで使ったことありましたけどね、って。逆にその、捨て台詞で腹立つからさ、なんか。しょうもない分かれ。捨て台詞でも、その、言われたからさ、そんなん二度と使えませんけどね、いや、今まで使ったことありましたけどね、って言って、お金だけ渡して。しょうもない別かれ。 で、ブーンってなんか、えらいなんか加速していって、えー、腹立ってる感じで、うわ、めっちゃ腹立つやんと思って。で、なんか帰かって奥さんにも話して、こういうことあって、え、そうなみたいな。え、それで領収書とか、なんかそのじゃあ逆にチケットはもらってきたのみたいな。もう使えないんやったら別にタクシーの運転手さん渡しもしゃあないから、おうおうチケットもらってきといたらよかったで、領収書もあれば、そのチケットと領収書で照らし合わせて、その運転手さんに。え領収書も、うん、なんでも、うん。だって自分で払ったの自分で払った。なんかもうその、 二度と使いませんけどね、今まで使いましたからね、の、<laughs> ラリーで俺も集まって、領収書くださいもん、<laughs> <え>別に言わんともうそのなんか、ブーンって言って、うん、あ、確かに、なんか俺も、ほんまに喧嘩したことないやつの感じやなと思って、なんかわなわなするだけわなわなして、<ー>うーみたいな冷静さ全然失ってて、今まで使いましたけどね、だけなんとか絞り出して言って、<laughs> ほんで、あ、確かにね、言われて、まあ、 確かにもらっといたら、<ー>その運転手さんの会社に問い合わせて、そ,そ,その二度と使えないんですか、ほんまにっていう。この方にそういうこと言われたんですけどっていう。でも、最近さ、なんかこういう、なんかあの、カスハラみたいなさ、その、いう禁、ん、止みたいなカスタマーハラスメント<ー>のせいなんかわからんけど、うん、タクシーの人の、まあ、昔ながらのタクシーはこう、名前を、プレート書いてるのはもちろん書いてる。名前と写真と、うん え、交通会社と書いてるのももちろんあるけど、あの、助手席のとこに。うん、最近なんか、有料運転手の証みたいな。なんか桜の花びらとなんか、有料運転、うん、なんか、それしか書いてない人も結構おる。名前,名前書いてない人も結構おいねん、えー。その人も書いてなかったよ、名前が。ええー、これはまあそういう、わからん、苦情を、まあ、変な苦情を防止するためなんか。うん、か、まあほんまに有料運転手さんのなんか、まあ証かなんかわからんけど、そう、 なそれなんかなと思ったよ。だ、なんじゃないけどね、もうそのう。その時点で有料じゃないやん。運転の仕方がね。で、まあ、あ、確かもらっといたらよかったな、と思って。でも、まあもう、どうしようもない。まあまあ、腹立つけど、まあ、しゃあないな。結構、でも、結構腹立つな、と思って。うん、で、ほんまに、どうなんやろ、と思って。その、タクシーチケットの、訂正に関して、調べたら、うん、ほんまに二度と使えませんって書いてて、えー、ネットで。うん、まあ会社にもよるんやけど、あの、 二度と使えませんって。だからあれでしょその、書き直した可能性が出てきて。まう、運転手さんが書き直したりしてて、悪い人がいたら、あの。なんか、円マークちゃんと書いてくれっていう人も、もうもちろんおるもん。あその上にさ、例えば、5000円とかやってもさ、1位ってさ、まあまあ悪い人がやったらさ、プラスで書かれて、それなるし。そうやね。で、結局その、でもあれかいな、その、アプリ、アプリの100円のせいなんでしょそれは。その人のせい、それは芸者それは誰の、どっちのせいなんやない。 だそれはあ。さっきに書いてもうたんかいな。俺はもう、なんぼですって言われて。なんぼですって言われたんかいな。言われてるよ。かな言よそなら言わんかいな、そこを。かにだからそう、俺。それ、それやん、攻撃の材料は、こっちの。だからその人が後で、あ、すいません、アプリの芸者料金なんぼいるので、うん、合計でこれ変わりますって言ってきたから、俺は、うん、あ、シャッシャの日本戦の、 書き直したわけやんか。だから。そうやん、そこ、そこやかな、味噌は。だから、そうや俺は悪ないから俺はわなわなしてもうたや。だから、悪ないけどなう。<laughs> そ,そ,こそこを、そこを徹底的に問い詰めんと。だから、なんもないね。でも、問い詰め材料がさ、そう、会社もわからなければ。いや、のそ,その時にな、なその時にな、その時にな。うん、でも、なんか、ほんまに調べたら、あの、訂正認められません。二度と使いませんっていう。まあ、そそういうわいいな。そこにはそう、さ。 その、悪いことする奴がおるから。でもさ、なんか。書くけど、この場合はさ、証拠も別にあるやん。本人が書いた。ドライブレコーダー。ドライブレコーダ何でもええやんか。だから、材料がなかった。言うのがめんどくさいのな。多分その人が。そうやね事務所に提出して、これ、ほんまなんやけども、車線、あれやねん、言うて。そうやねっていうのが多分、怒られたのね。僕が。何回か怒られたの遅かったって。またまた何々さんアプリの値段足してませんやん、みたいなあったのかね。その人も。うん。 自分の中で。だからもう、こ、今度から二度と使えへんって、ちゃんと言わなあかんねって言われてて。あ、ってきたね。でもそれさ、あれやん、のあのー、領収書もらわんかったらさ。うん、あれやん、テレビ局がもらうチケットやから。うん、別にそれ使わんくても、最悪さ。<お>領収書もらっといたらさ、テレビ局に渡したらさ、戻ってくるやん。なるほど。チケット、まあ、チケットでやったか、チケ,たチケットでやったか、後で生産したかだけの話じゃん。うん。 で領収書もらわんかったら、ただのじゃあ自腹で。まあそうね。自腹になっちゃったってこと普通に払って、腹立って、腹立って帰ってきたって <laughs>、えー。えぇやっぱもらってたかったら、もらえへんかったな、でも。で、それを持って帰るのもおかしいしね、向こうが。そうやね、だから、どそれあかんで、ね。それ,それあかんで、ね、多分。だって、それが、だって、そいつが、それこそ。その倍の売り上げだってより悪いやつかもしれへんやんか。かもしれへんやろ、そいつが。だから俺もそれ言われた奥さんに、え、それ、なんでチケットももらってないんって言って。うん、そう、使えへんのやったら別に、その人が持って帰っても、いらんのやったら、も せめて持って帰ってきたらっていう、よかったんちゃうって。もう別に捨てるから家で。二重銭のやつ。うん、戦利品として持って帰ってきたらよかったやんっていう。あ、確かに。でも俺はほんまにも顔も描か,かなくて。いや、今まで使えてますからね。<laughs> しか言われへんかったって。それをなんかまた説明してる時にまた腹立ってきて。<laughs> え、なんでなんみたいな言われて。あ、確かになーって。ーで、また今もまた腹立ってきた。もう忘れてたのに。言いながら。ちょっと無理やね。だそういうね、なんか、 ぶち切れ体験があんまないから、あんま冷静にこう、その時に冷静になられへんというか、自分の中でわーってなった時に。で、後で、あ,あ、ほんまそれしたらよかったな。それしたらよかったな、ばっかり。で、もらってきたよかったんや、って,て。でもほんで、結果的にほんまに使えへんっていうのはね。そうそう。で、だからそれを、うん。それを言われてたらほんま。だからもうまあ、そこでなんとかさ、自分の、まあ、落としどころというか、うん、まあ、ほんまに使えへんかったんやっていう。ならまあまあ、よかったかと思って、沈めてたけど、でもまあ、やっぱ腹立つな。 いやだからその言えるのはちょっと待ってくださいと。その、書く前に。そうそう、もう。言うてなかったのはそっちじゃないですかって。そうやね。だからその名前と。うん、そこやね。白やったらタクシーは。<laughs> 情報は、白としかわからない。白 <laughs> <ー>やったよね。まあこれはそっか。でもどうしようもないな。しゃあないな。そうやね。どうしようもあってないから。ね、もうそう。無理い。て替えもできへんわ。まあまあ、だお金は最後別にいいんやけどさ。うん、その別に自分で払ったっていうのは。そう、二度と使えませんのでこれっていう。 まんねん、ほんまやったから。だからこれ無水ねんな。だからそのなんか、あのー、アプリでやったら、領収書を出せません。だこれってでもは、しゃあないと思うんんけど、領収書を出せません。計算書しか無理ですって言われる人も、なんか、おんのよ、アプリによって。うん、で、アプリは、あの、領収書出ないんで、自分で、あの、ネットで引き出してきてください,い、うん。20になるからでしょ印刷してくださいっ。うん、っていう人も、おれば、もう、なんか、わからんとなのか、もう、 その人が僕らを信用してくれてなのか、両収出ますって多分押したら出るね、今まで通りの仕組みで。うん。それダメよ。それはダメよ。そう。だからその、どっちもおるから、なんかその、チケットも、なんか、シャッシャでいけてる。だこのグレーなとこというか、だからあかんねやろな。その、いや、前いけてたやんそれっていう。その感じがある。だこっちもあかんねん。その、シャッシャがほんまはあかんかった今までの人が、 二度とダメですって俺にずっと言ってくれてたら、あ、これ二度とあかんねえなってめっちゃ慎重になったけど、いけ、うん、てた時、だったなっていう、そこの感じがわかんねえな。全体的にグレーになったのが。だ俺がもうこれから緊張感持っても絶対二度と車車やらへんけど、二重線で。二度と無理になったら。だから多分その説明ができるかどうかじゃない運転手さんがその提出するときに。あ,<ー>あこれあのー、いやちゃんと説明すればさ、そのジムの人もさ、 僕が言うの遅かったんですって。あなた悪いねっていう。怒られてないってことでしょ。だって別に、な、例えば2100円がさ、2200円になっててもさ、そな、んの、何の悪い、なんのさ、なのごまかしやねんってなるから。別にこっちがな、な、何それってなるだけやねん。でもその人がだから、僕が言うの遅くてって言いたなかったっていうところな、運転手さんが、その、あの、お客さん悪ないんですけど、僕が、 お、遅なりまして、みたいな。言うのが嫌やったんかまさせやな。でもまあ、でもちょっと冷静さは俺もなかったな。その、漁師してもらうとか。泣きそうなった顔も抱えてたと思う、多分。わなわなしてもなんか。今まで使えてましたけね。それはもう聞いてないの向こうも背中もう多分、うーんって言ってたからな。聞いてないいや、聞こえてないよ、もう。お金もうまいこと取られんかった。1すね円もこの。手が震えてかさ、さ、なんかこの。財布にも入なかったのキシャキシャキシャって、もう、もう、 ね、ちょうど、ちょうど、ちょうど,ちょうど渡して。ああで、バーンってやって。ありがとうございました、<laughs> 言うた。う言わへんや、そんな。向こうもブーンって言ったから。<laughs> やそやな、まあまあな。まあほんまにまあ調べたら二度と使えませんとはまあ返したから。まあ,ね、まあその、それが一番ま、まあ、しゃーないんやけどな。うん。悪い奴がおるからこんなことなんのよ。今まで使えた時もまあ悪い。それも、こっちが悪い。 思うしかないまあ、ミスってたのを向こうが許容しててくれてたという向こうもめっちゃ謝ってくれてやってくれたんじゃん、今まで。そやろな。うん。これダメです。これはほんまはダメらしい。いだから書き直しは。うん。ほんまに開かこれは悪いよ、ほんまに。エロ本を自販機に捨てるより悪いよ、これは。<laughs> じゃあね、俺別にやってんね20<線>俺,ちん俺ちゃんとお金払ってんね俺ちゃんとお金払ってんねこれ悪い。<laughs> お金払ったやだから。めちゃくちゃ悪いわ。お金払ってんねそれで、グッと言って俺無視してた悪いけど。<laughs> まあまあなあでも、 絶対書き直してた人おるけどね、今までも。めっちゃ。かん全部わかんなし。全なし、書き直し。ああなるほど。んまは。まあ分かってよかった、これが。まあまあね、うん、そうでもないと調べんからな。書くときはもう慎重に。そう、最後まで聞いて、ほんまですかって、その、全部のような。あら、穴が鳴るわ、これ降んの。面倒 <laughs> くさい。代、何々代、全部、全部ありますかっていう。たまにさ、なんかさ、あ、もう20円ええよーとか言う人おらへん。 ああ。パスとか。はいはいはい。普通に自分で払ったチケットとかじゃないときに。あ、もう、なんか、ちょうどでええよ、っていう人。あれ、どないしてくれてんやろね。自腹叩いてくれてるってこと自分でやってんじゃん、20円ま出して。なんで昔ながらの。だって多分会社にはさ、ちゃんとした金額をさ。いや、そうやで残った、あった分と。収入とね、支払った分の残りた合わせるやろ、そのレジ生産みたいな感じで。ぴったり合わな無理やろ。なんで、なんでって思うんやけど。 いいじゃいいですわ、とか。その、ごちゃごちゃ、もう、お釣り、どうこうするよりも、そこで出発して、もう一人乗せた方が、もう、結構早いや、みたいな,な。なんかな。感じかもしれんな。ああ<ー>。でも、ちょっと、まあ、これもう、わかりましたんで、二重、まあ、線は。いや、ほんまに開かんない。犯行終わったん,やんかな自分の。公的な、あの、届けてる犯行があれば、多分、停船に。民間証明と。ああ。停船として、ちゃんとあって。いけるんやな。まあね。ああ、当たったら言い方が、二度と使えませんので。 高圧的やったちっちゃいのにな汗はうまあうしそうやな <laughs> ちょっとあの何週もあのほったらかしにしてるモノマネはどうなってるんですか今どっか行きましたもモノマネのあ、うん、えっ、ー、あモノマネありがとうございますありがと提案これかこれ似てるとかでしょそうだから似てると思う人から,だから他力本願のモノマネを近い人がよければいいという、うん 来てたでしょ結構俺も来てたありましたありましたただね芸人さんが多いのよね結構全然いいよそこ知ってる人の方がいいよいい芸人ってそのどんぐらいの芸人えー、私の傘だけありませんさんうんえ内、ー、海さん,さんこんばんははい内海、えー、さんにやってほしいモノマネは、うん 魚くんです。え、て、もう、その、<laughs> いや、ちゃうやん、その、だ,だからやん、だからやん。じゃじゃ地るまで地声の高めのうつみさんなら、ギョギョ、皆様おはようギョざいますと言うと似ると思いますっていう。え、でも、魚くん。それこそ、かみみですよこれも。魚くんってさ、ちょっとなんか、最後抜けるようなさ、高いだけじゃないや、あれなんか。息が抜けるようなさ。 ねえ。あ<ー>はーみたいな。お<う>で、すー、みたいな。そう、そう最後のさ、語尾の感じ。が大事だと思うね、俺は。<う>高い、ただ高いっていうかまあまあ、ね。だから、うん、募集したのは声が似てそうなのはどこですかやから、まあその特徴とかはまあ、あれかもしれんから。<う>高いので、ギョ皆様おはようギョざいます。ギョギョ、ギョ皆様おはようギョざいます。いや金光さんイメージしたらまあ、なんいやー、そうやな、すごい。やりすぎて <laughs> 唯一無二、唯一無二みたいなじゃないんや。うん。どうそれで言うと。いや、ちょっとこれできないですね。だから、だからいや、じゃあ、もっとそのなんか、これ、これぞ、みたいな。いや、ないよ。え、ないのそれで言うと、タックさん、生産者のタックさん。えこんにちはと。僕は、うつみさんに熊本プロレスさんのものまねやってみてほしいです。ラジオを聞いてて、うつみさんの笑い方がいくつかあるなと思ってるのですが、そのうちの一つが、熊本プロレスさんの笑い方にそっくりだと、ずっと思っていました。ぜひやってみてください。えー、文言。 女子もう秋はけえへんから秋服全部捨てと女子河原割りは意外と割れやすいから思い切ってやりおお<ー>ちゃんと言葉までなるほど、ね、面白いワードまでああ設定があってあまあまな高いけどなんか熊本プ,レスプロレスっぽいやん言い方やんそれとか言われる時あるけどねえー、あとかみんなとかだ、はい、みんなとか言うた時 <laughs> 熊本プロやんみたいなやってみる熊プロいやちょっとやめとき だからや。だから読んでないね。<え> <laughs> やらんやろ。いや、そのなんかね、これぞみたいなさ、誰もやってないみたいなんではないんや。<laughs> うん、送りぞんやん、みんなこれ。<laughs> ないよ、それも、それない。うーん。なんか、これにないかもしれないですけど、マジラブの村上さんも似てるっていう、村上くん似てます、うつみさんっていうのもなんかあったような気がしたら何週間前に、誰かが書いてくれたのほう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 。うん。なんかあったような気もしましたね。あー、なるほどね。はいはいはい。まあまあ、わからんでもないわ。 でも文言もちょっと分かんない。さかなくんなえ、コンさんには来てたん俺も来てる。俺はだから、俺、俺も芸人さん多いねんなあでも、ゲゲゲの鬼太郎の目玉親父来てるよ、うつみ。おい、鬼太郎と、言うの似てると思います。<laughs> 誰でもあの声になるんか、ゲハ。目玉の親父なんかさ、誰<ん>でも、そんなうまい下手あるあれに。あと、クロちゃん。 あ、高いの、なんやな。高いのと思われてるよ。なるほどね。あ、黒っわーわーわわわ、そっか。うん。うーん。カレミツさんが、ま、あ全部カレミツさんやったらね、<laughs> もう。あ確かにな。うーん、俺はま、あ、ソケ村長さんの、ま、あ、芸人じゃないので言ったら、えー、千と千色の神隠しに出てくるカエルの声。千だ、千を出せ。ああ。俺、あんまでも、しっかり見たことない。焚き見さんがやってるやつな、神経機の顔似てるっていう。うん。 なるほどね。あ、確かに。あんビートたけしさんで、えビートたけしさんができると思います。ひごばさみさんがそれこそ。えぇあんちゃん野球できんのほんのせいあんちゃん野球できんのあんちこの野郎とかじゃなくて。あんちゃん野球で。野球誘うときえ中島みたいなことあるそんなし草野球。草野球に誘うときうん。あー、たけしさんむずそうやけどね。なんかかすれてる感じとか。うーん。 うんとかですかねいやどれかどれかやろうかな一個うんどれできたらまあおもろいおもろいっていうかその笑笑えるやってないのは熊本プロレですよね確かにさかなクンとかもみんなまあモノマネ芸人さんみんなやってるし、ね、やな女子ちょっと低いねちょっと見るより、ね低,うん、低いけど通るうん感じ女子だけいいですかちょっとやってみてはいいきますね え、だから、えー、低めな低、低めやけど伸びる感じか。そうやな。うん。いや、ちょっとやめときますよ。やっぱり何やね <laughs> やらんや。ちょっとね。<や>ちょっと恥ずかしいですね。だってその,その、女子ぐらいやってよ。その、だってオーバーオールは着ないと無理でしょ。だってその、やるとき。でもまあ、万劇とか、おゲストで出たときに、ちょっとやるにはちょうどいいものまねな気がするけどね。熊プロですかっていう。 誰かやってたよな誰やったっけな後輩、それこそ熊プロより後輩で、誰かやってたな。熊<ー>プロさんです、はい,はい、はい、うーん。いや、多分似てないねん。なんか想像できない,い。似てないよ、絶対。似てないけど、うん、とりあえず、その、こういう似てるやつを今、送ってくれてるから、うん、まあこれが似てなかったら、まあ、一回熊プロは、じゃあ、ごめん、難しかったっていうのはなしにしたら、いいわけやん。うん。可能性はでも捨てるわけにい,いかん。まだゼロじゃないからさ。 やってみてゼロやったら。やってないかなどかうん。うん。女子、女子ね。女、女、やっぱやめとくやろなぁ。やめとくやろなぁ。やめとくやろなぁ。今の感じは。やめとこう。なもなし。だから、ないか、あー、なんかもっとその、なんちゃん野球できんのたけしさん。それちょっとやってみたいな。その、そんな、そんな言わへんからな。だからもうそんな言わへん、たけしさんでまたいけるからね、一個。 たけしさん、そんな言わなさそうなたけしさんのもの。<laughs> 絶対言わへんわけでもなさそうやから、なんか、絶妙なとこやねんな。たけしさんのものまねな、これやったことないかも、ほんまに。うーん。いや、はずよ、そのコーナーとかでも。<laughs> 普通弾丸バカ野郎とかやなう。うーん。うん。あんちゃん、ちょっと見して。あんちゃん。えー、ひこばさみさん。えー、あんちゃん野球できんの。<laughs> これはほんまに <laughs>。ほんまにやるで。うん、あんちゃん、あんちゃん、いきます。<laughs> ちょっとやめと,とくやろなやめ <laughs> とくやろな <laughs> <laughs> ちょ、言いたいんけどね、なんか、んかその、恥ずかしいが勝ってる。いやいや、でも逆の欲が出てきてる、あんちゃん野球できんのやったら、なんかこう、<ー>ダンカンバカ野郎じゃなくて、比べるものがないから。ああ、ほんなダンカンバカ野郎でもいいんちゃう、とりあえず。あ、ダンカンバカ野郎は絶対嫌よ。嫌なんかい。うん。比べるものがあるから。比べものないなら、じゃあいいんちゃう、あんちゃん野球できんのは、逆に。 似てるかどうかまんま分からない。そうそうそう。いいんちゃうちょうど。ちょうどいい。なんとも言えん。いきます。あんちゃん、野球できんな似てないなぁ。あーでも似てなくはないやん。似てないやろ。全然似てない。似てなくはないやん。全然似てないやんえ嘘俺似てなくはないと思ってけるね。どこがやねん。首もグニグニしてたで俺今。いやいやいや。いやいやいや。どこがやねん。一発目でその完成度って感じだけどな。嘘やん。いや。 これは、めちゃくちゃ、めちゃくちゃその線路に乗ってたけどね。乗ってないって。最終地点、ビートの。乗ってないって。え、ビート乗ってたで今。ビートなかったって。ビート乗ったで今の。え、嘘。いや、ほんまに俺がちゃうかったもん。だって、首ももうなんか、なんやろ。逆に、竹中直人さんみたいにしてもうたもん。ちょっとその。ゆらゆらして。俺似てないと思って、聞いたからかもしれんな。似てると思って聞くわ。その似てる、もう最初からどうせ、 やらんかもっていうのと似てないやろうっていうので、用意してたのこっちは。やったんやーっていうのがあったから。そうそうそう。そやることを前提に聞いて。いきますね。やめとくわ。やらな,な。<laughs> だからね。やらんやろな。<laughs> いや似てたほんまに。ほんまに似てたと思う。え、まずネーム行くで。行くで、うん。いきます。あんちゃん、野球できんの <laughs> いや、言わなかった。<laughs> 今のなんかさ、おまからんねんって、その、おま、映画下手みたいな感じ目想像ができてない。もう頭の中で想像できてないねん。えと一緒。そうやつおらんかったっけなんかロボ、ロボコンとかで今の、今みたいなキャラのやつ。あがれてこへん。あんちゃんあん、どんな声だ丈夫だ。首がほんまにこう、こうなる、肩上げるんじゃない首曲げるというか肩上げじゃないあんちゃん、野球できんのおー、やっぱあるで。どこがあんねん <laughs> どうする l i あるで、絶対ないない。ないって。<laughs> ダンカンバカヨローやってみてよ、それで、その感じでさ。<laughs> ダンカンバカヨローは絶対やか今から殺し合いをしてもらいますとかさ、あの、バトルの言わなさそうなこと言うてやんな言わなさそうなこと言うわ<ー>。この絶妙な感じなそ。ほんまに、いや、そんなん全然、たけしさんでも何でもないやんじゃなくてあ<ー>、このあんちゃん野球できんの、まあ、ありそうやん。ありそうやけど、うん、それ別になんかオフィシャルのセリフじゃないでっていう。なるほど、なるほど、うん。 そのなんか言いたいのがあるよやつな。言わしていただきます。な,なんか、こんなとこに井戸あったっけとか、いや<ー>、街ぶら、街してるやん、その。あはは。ぶらたもり、さんやったらわかるけど、え、その、たけしさんが街歩いてるの見たことない。こんなとこに井戸あったっけこんなとこに井戸あったっけええやん。うん。この井戸浅いねとかで この井戸、浅いね。ああ。似てるで、やっぱ。<laughs> 似てる似てる似てませんどう <laughs> 似てないか。<laughs> このイヤホンで聞いたら結構あの,ーのビートやけどな、ね。そんな街ぶらせんねんって。竹さんええー、見たことないね、ね去年まで使ってたの、この井戸、うん、去年まで使ってたの、この井戸 <laughs> <laughs> ああ、似てるけどな。もうちょい突き詰めた。ら、俺の巨人一よでは絶対似てると思うわ、だから。 多分その口の中がちょっと微妙にちゃうんやろね。ええたけしさんやんな。なんか結局いけんの。あ、たけしさんか。意外とね。ああ、なるほどね。ええー。いけるで。そっか。ほんな結構もう、みんなさん言うてくれるやつは合ってるのかもね。だからこのベタな魚くんじゃなかったら言いたいかもしれへん、それこそ。こんなとこに井戸あった、ですね。<laughs> こんなところに井戸があったんですね。え、全部できるやん。漁業か。だ魚とか言わへん人。魚とか言わへん魚くん。ああ、イギョとかじゃなくて。イギョとかそんなもん。そんなんしたら頭使うから。ああ。振られたときに。え。じゃ女子この井戸意外と浅いで。熊プロ。おお。女子この井戸意外と浅いで。全部いけるやん。 マジかああもう似てたわ、女子が。三つ似てるで、ほんまに。なんで井戸ばっかやねん。マジで。何井戸って。井戸周りのモノマネさ。井戸周りのモノマネ全部似てるで。ああ、でも、マプロ似てたな、今の。女子は。女子はいけてたな。でも、このとか、その、このとかの脳の残りがみたいながめっちゃ似てた。 ああ、なるほどね。まあ、だから体格とかも、まあ、あるかもね。近いから。え、うん、今のすごいな。全部いけたで。そうやな。ちょっと移動周りのセリフやったら、言いたく、言いたくなるのがいいね。やっぱ、モノマネは。すごい。うん。ちょっと、うつみのまだモノマネじゃあ募集しましょうか。まだまだね。そうやな。ほんまに、だから、モンゴるやつ。ゴ画やな。<laughs> うん。そうやねな。俺、 まあ俺はコスペラーズの「すいすいすーさんが一番低い音程のパートを歌えばいいと思います」ってもう投げやりやな歌えばいいと思いますって歌いたいわけじゃ何でもないえなるほどねいいですね似てたねもうついについにたけしさんさかなクン熊本プロレスの移動バージョンは習得しましたすごいうんいやということでようやくね ものまねが動き出しました。えー、ということで、ミルクボーイの煩悩の塊、まだまだ続きまーす。さて、ミルクボーイの煩悩の塊、今週からは24時からお送りしております。はい、えー、ここからコーナーのコーナーに行きたいと思います。はい。まず最初は、おとんを立てるうつみさんのおかんのコーナー。えー、大阪府生産者にもたタックさんはい。 お父さんの感情を支配し、理想のお父さんを作り上げる内海さんのお母さんは、ちょっと変わ、ね、<laughs> ってるなそうなってるやんかも。えー、無人島に何か一つ持っていくとしたら何と聞かれているお父さんに、<laughs> お父さんはすぐ背中が痒くなるから孫の手やんねえと決めつけると、背中が痒くなってきたお父さんが背中をかきますか。怖っ。何釣られてんだ釣り人形やったん、ね、全部。え痒、ー、ないのに。お酒とかやろうけどな、ほんまやったら。ほんまやったらな。 お酒好きやからお酒って言おうとした時に「孫の手やね」って言われて「<laughs> ためにな誰誰おさ孫の手」ってお父さんが <laughs> なってまうっていう悲しいお父さん、えー、続きまして大きいおじいさんのコーナー <laughs>、えー、熊本県生産者の名肥後バサミさんですね、はいえー、大きいおじいさんが盗みを働こうとする泥棒に「それせこい野郎で一括」 三メートル近いおじいさんがあなたの家を威圧感で守るホームセキュリティセコイ。大きいおじいさん。セコイしてますか意外となかったね。セコイまで言ってんのに。意外と言ってなかった、セコイ。意外、ちゃいすぎるからね。セコイ。もう、全然ちゃうし、もう。セコイしてますか見いいがもう全くな。長島監督がいつもね、セコイしてますかって最初の方が。た、た。それの大きいおじいさんバージョン、セコイしてますか意外と言ったかったな。 え続きましてスマートな乗尾師匠のコーナー,えー広島市生産者でもひまわりひかるさんですねはい新進気鋭の新人脚本家三旦那光希さん手がける最新映画「のりおの話をしよう」は公開前にもかかわらず「全米が三ん那」というキャッチコピーが話題になるので誰も見に行きませんか <laughs> <laughs> ああ、なるほど。なっけな、何の話をしようですか三谷幸喜さんのほんまのやつって。スオミ。の話をしよう。何それなんか、最新映画。あ、そうなんや。あ、それ三谷さん最近よくテレビもいっぱい出てるんや。せんべいが見たんな。いいよね。え、気になる。なるほど。ノリオ師匠ってさ、下ネタとかってあんま好きじゃないんかなそういう見たんなとかさ、優しさから。ああ。 この前なんか舞台でさ、あ、でも本ネタなんかななんか、なんかね、ヘルスってなんか、言う、うんうん、言う、間違えたのか、なんか、パンとで、なんか、ヘルスってなんか、ヨシオ師匠がなんか言ってん。うん、あ、面白い、本ネタなのかもしれへんけど、うん。でも本ネタでヘルスって言うてるやん,んか。やん <laughs> で、ヘルス、なんか、ヘルスみたいななんかわからんけど、なんかなって、うん、で、そん時さ、エロエロ師匠やったらさ、お前、うん、ヘルスってとかさ、うん、そういうなんかエロ、エロい店のことを言うやんか。 ていうと、森尾師は、ヘルスってお前、それヘルスと言うたらヘルスメーターやないか、って言ってさて。あ、なるほど、そっち、そっちもあるけどね、みたいな。え感じで思うてん。だからエロには行かへん。エロの餌には釣られへん、森尾師匠の感じでし、ね。<laughs> でも<俺>、たね <laughs> あの、一回特急で一緒に横並びでずっと座った時にエロの話をしてたけどな。えあ、そうなんや。うん。エロいんや、ちゃんと。つくつく帽子とかエロじゃないめちゃくちゃ。エロから来てるんだよ、つくつく帽子は。完全に。マジで動き的にも。セミじゃないん。つくつく帽子はもうエロの、エロのたまものやろ。マジかよ。俺ショックやわ。ただただ気に、気に止まってるセミのものをしてると思から、わから、俺も語源はわからんけど、あれの。えエロでしょ。エロでしかないと思ってたけど俺。 でも多分エロやと思うよ。その、昔のその先輩とか聞いても。<ー>エロの、うん。まあ、今はその、そういうの、墨隠しのかしいやってはないもんな。釣っ,った方の方やってやるから。そうそう。えー、つまして、カマス・ゴードさんのコーナー。ええー、香川県生産者のガイル・ガーゴイルさんですね。はい。えー、ボディービル界のレジェンド、ゴードさんが主役の漫画、カマスぞ・ゴードくんでは、一コマ目岩流島で佐々木小次郎と一緒に武蔵を待つゴードくんが描く。<laughs> いいですね。 二コマ目、小次郎に、その長い剣を使うには背筋が全然足りてないね、とかまし。三コマ目で、遅れてきた武蔵に、意識が低すぎる、六時間前に会場入りして念入りにパンプアップする俺を見習った方がいいんじゃない、と散々かましたと四コマ目で、刀の迫力にビビり、気絶したゴードくんが、武蔵と小次郎に、ゴード破れたり、と馬鹿にされますか。<laughs> <laughs> <laughs> いいですね。い <laughs> やな,なんでおんねんってずっと。<laughs> <laughs> 入れや。着物の、 とこでさ、あの、海沿いで、ずっと裸の、<ー>ま、あ裸一番合ってんねんけど、確かに海沿いだったら。でもいいよね。なんで怨念の感じのお、そこにおったんやっていうお。広がった感じがしましたね。タイムスリップというか、どこでもいけるっていう。タイムスリップ変化。なんかおもろいな。なんでお前怨念ってずっとこっちがさ、4コマずっと言えるやつおもろいな。4コマ中4コマさ。<laughs> いや、まずお前ずっとおるのんやねんっていう。<laughs> ああ、マジで何でもいけんじゃん、ほんと。あるよね。<laughs> えー、そして、ハイツミノルさんが、タックスさん原作18話も出来上がりました。これ、むずかったと思うねん、<ー>リアル脱出ゲームのやつ、イラスト。結構、でも完璧や。ああ、ほんまや。ええー、すごい。これ、むずかったと思うねんな書くの。細かいしさ、脱出ゲーム感も出さなあかんから。うーん,うーんおー、ほんまや。でも最後の、気絶で、ピキーンってなってるとこも、ターン抜いて気絶でなってるっていうとこも、めっちゃちゃんとしてる。<laughs> あー、ほんまや。あそれがあるんやね、3考まめに、ちゃんと。 ええー。あと、この、おもろい俺、タイトルのゴード君って書いてるところの横に、おならみたいな音出てんのとさ、謎解き編やから、このちょっと、Q みたいな、クイズの Q みたいな推奨弾みたいなのあんねんけど、これ毎回ちゃ,と思、ね、ちゃう。ちゃう、ちゃう、ちゃう、これ俺知らんかった。えその時の話のなぞられたやつをちゃんと書いてくれてるての。ここ結構書いてくれてるで。これ俺知らんかった、俺。細かい,いめっちゃ嬉しい。細かいよ。18話にして、ようやく初めて知ったわ。<laughs> いいなぁ。なんとかならんかなこれ。いや、申し上がってんねんけどね。うん。話来てない出版社から。なあそれ、ほんまに、ゴードさんに帯書いて、帯書いてもらってさ。何ですかゴ、ゴードさんって何ですかこれは一応くぶれるよとか、ゴード君に <laughs>。<laughs> 帯でかましてもらってさ。かましてんなぁ。なんか、回答してきどな <laughs>。<laughs> ええー、ありがとうございます。 はい、皆さん、毎週ね、忙しい時は、ほんまにか,んま、ね、かかんでいいので、ありがとうございます。お願いします。えー、続きまして、熱いマサト師匠のコーナー、ーえー、大阪府生産者にもタックスさんですね。ザ・セカンドの予選で僅差で敗退するも、僕は勝ったと思ってます、と言ったザ・ボンチのマサト師匠は、母校に帰り、生徒たちに向けて講演会をしていた時、最後に何か質問したいことがある人はいますかと聞いて、誰も手を挙げずにいると、 僕は質問があると思っていますと言って講演会を終わらせず粘りますか気 <laughs> <laughs> まずいけどなあれないんですよもう気まずいねあれ確かにな何か聞きたいことあるって言われて何もない時に <laughs> いらんことやんといてくださいってな <laughs> えー続きまして純粋なマサさんのコーナーええー、熊本県生産者連も肥こばさみさんですね 自分が MC の番組でマジシャンのマジックにスタッフが合図出してるやろうと言ってしまう純粋なトミーズマサさんは、うん、スーパーの鮮魚コーナーで鮭の切り身がいくらより安く売ってあるのを見てなんで子供の方が高く売られてんねんもっと親を大事にせいやと号泣しますかなんかありそうやなうんな何やねんこれっていうの。<laughs> <laughs> あるもんなそっちの。 そんなとこ気になるんですかのパターンのまささ。き <laughs> つこく言うてなですからの泣くやつな。<laughs> なんでやね。<laughs> <laughs> いいよね。え続、ー、次まして、美バンみたいやなのコーナー。<laughs> ええー、香川県生産者ェガイルガーゴリさんですね。はい。えー、地面師たちで動物に乗っている登場人物を見て、美バンみたいやなと思った小浜さんは、保育園からカートに乗って公園移動する子供たちを見て、 未来のビバンたちですかと保育士さんに話がきますから。すぐ一斉線目る地域の一斉メール変な人います。ビバンと言ってきます。ビバンって言われるやろな。ビバンがいますのでって言われるやろな。ビバンたママ友とかにビバン来たらしいでって言われる。怖い。言われるやろな。ええ続きまして N.G.K のモニターのコーナー。ええ大阪府生産者タックスさん。 NGK のモニターに映し出される北斗晶さんの映像は、市内を持った北斗さんがドーンと出てきた後、横から登場した夫の健介さんを市内を振り回す北斗さんが追いかけ、そのままコストコに入ってきますから。<laughs> <laughs> ええなぁ、これ。い,い, <laughs> いや、でも、北斗さんの漫画のオープニングやん、これ、ただの。<laughs> 舞台出てくるから、それで。ああつって。<laughs> 市内も。北斗晶の漫画やん。<laughs> 漫画のアニメのオープニング。<laughs> って言って追い回して煙出てさボコボコボコってってコストコにドンでいいねいいよ出てほしいないろんな人これ NGK 出るだけな登場しても登場だけ NGK の登場だけどこと言うて帰るえーつましてずっと聴いてる富吉さんのコーナー 熊本県生産者連のひごばさみさん。はい、ラジオで自分の話が出た時、聞いたでーと報告してくるチャランポラな富吉さんは、映画のエンドロールのスタッフに、富吉という名前を見つけると、見たで、クライマックス使ってくれてありがとうと監督に電話しますか <laughs> <laughs> アンテナがすごいからね。<laughs> アンテナが、ビンビンですか大手 <laughs> うてないか大うてないけど多分ね、富吉さん、富吉さんずっと言うてるからかして、富吉さんのほんまに SNS がめちゃくちゃこう勝手に上がってくるようになった。あの、なんやろう。え どういうこと ?X でずっと富吉さんの負けた負けたのショート動画がずっと上がってるな。な、なんでそんなことなの <laughs> うーん、でも。調べたのいやいや、調べた。ここで言って、今 iPhone がここにあるから聞いてんねやろな、iPhone が。怖すぎるって、それ。<laughs> <laughs> ほんまにない。でもそれない。マジ、あの、あの、記憶というかさ、あんで、あの、言ってたり、話題でも聞いてるらしいで、この。えぇ中に入ってる。わ <laughs> からん、それ、どこまでの。武士伝説 いや、iPhone の、ほんまに AI の。それ言うとるん。言うとる。iPhone が。言うとる。聞いとりますよ、言て。聞いとる。えぇそう、学習機能が。じゃもう意味わからへんわ、大きいおじさんとかさ。それ出てこない。大きいおじさんがおると思ってるわけやろ。それは毎週言うてるけど、なんならなと思ってるかもしれん、iPhone。怖いで。めったなこと言われへんで。えー、次の写新コーナー。まっさらなうつみさんのお父さんのコーナー。ははは。 いや、そんなんなう,う,うやなめっちゃ入ってんねんええっていう感じだよね <laughs> なんかキョロキョロ見回して <laughs> 赤ちゃんやん <laughs> 生産者でもモハーメド・アブオさん言われたことをそのまま吸収してしまうまっさらな内海さんのお父さんは今からでもプロゴルファーになれるようと声をかけられ続けると言われた通りプロゴルファーを目指すようになり史上最年長のプロゴルファーとして鮮烈なデビューを果たしますか <laughs> すごいやんいや純粋すぎだやろそれすごくもあるいやそ 年齢があるから体力はないよ。史上最年少。うん、えー、以上ですね。では、えー、今日のベストコーナー、じゃ NGK のモニターのコーナー。ー面白いね<ー>、えー。いろんな人、いろんな人見たいですね。えー、次ましてではこちら行きたいと思います。僕のサライ。シ羅万象気道やらく全ての人が一つは持っているサライの話を紹介するコーナーです。はい。えー、埼玉県の生産者にも純ミル力さん。先週ね、福岡から、 え、引っ越ししたというのを、送ってたらよかったという人ですね。僕はこの前、20年住んでいた福岡から埼玉に引っ越してきました。福岡には、地元民なら誰もが知っている、うまかっちゃんという袋麺があるのですが、うんうん、埼玉のスーパーをいくら探しても全く見つからず、すると友人に、声優には売っているよと教えられました。うん、早速声優に行き、カップ麺コーナーを見たものの見つからず、すると袋麺コーナーは2階との文字がありました。 そっちかと思い、そこに向かい、大学の合格発表で自分の番号を探すかのごとく上から順番に棚を見ていきました。<laughs> うん、しかし結局見つからず、<え>約10年前大学を後期試験まで受けたのに落ちた時と同じ気持ちになりました。<laughs> 結局ネットで注文しました。これが僕のサラらりです。そんなないんや、モゼのちゃうんか。まかっちゃん。まかっちゃんって別に普通に。<ー>めちゃめちゃある、ねこれか。これはあるな、うん。めっちゃある。うまいも、うん。 やえーんや、や関東はちょっとないんだなんだよね埼玉やなかさ。ネットで行けるのそうやな。んに入らんってないもんだよね。ええー、そしてですね、生産者レム。明日はきっと洗濯日和さんですね。滋賀県の方。はい、えー。私の父親は78歳です、えー。去年母が亡くなり、写真が趣味だった父は昔のアルバムを整理したようで、うん、先日新しくまとめたアルバムを 私と、私の大学生の息子、高校生の娘に見せてくれました。うん、母との結婚前の父の若い頃の写真には何人もの女性が写っており、数名の男女で出かけた写真や、父とのツーショットや、女性一人が写ったものなど様々なものがありました。うん、普段とは違うデレデレとした口調で話す父を、私は直視できずにいました。友達は多い方がいいと嬉しそうに話す父。明らかにこのうちの何人かは元可能だろうと誰もが察し、 私はなんだか息子と娘の顔も直視できない雰囲気になりました。うん、うまく返事をして父との会話をやり過ごしていた娘と息子の成長を感じた居心地の悪い時間を過ごしました。アルバムには若い頃の母かと見間違えてしまう女性の写真が何枚かありました。でもそれは母ではなくよく似た女性でした。お父さん、タイプの女性と結婚できてよかったね。<laughs> 母とよく気があって母を大好きだった私は父親の新たな姿を知ることで ちょっと父え置いてたん <laughs> てやずっとやったいな、まあえー、昔のアルバム写真が趣味やったという、まあね、お父さんの男を見てちょっと嫌、えー、<laughs> そうなぁいやな嫌だったよなまあな似てんのも何かなぁまあ名前な確かに、えー、置いとくかねそのお母さん嫌じゃなかった知らんかったから友達 まあな、一人、女性一人の写真でようわからんけどな。うん、その子の、その子だけの写真を置いてるって、ようわからん。内緒やったかなぁ。へぇ、えー。なるほど。えー、新しい角度のサライがね、ちょっと。嫌いなとする。バッドエンドもある、ね。そうよなぁ。<laughs> それもまたいいなぁじゃないえ、ねうん、えー、以上僕のサライでは皆さんからのメールをお待ちしています。懸命にサライと書いて送ってください。 エンディングです。番組では、無限にあるコーナーへのメール、テレビやライブの感想、質問もお待ちしております。宛先は boy、boy.abc.008.com、boy.abc.008.com です。メッセージを紹介した方の中から、抽選で、新刊バッジ、うちは、ステッカーをプレゼントします。番組 X もやっております。感想は、ハッシュタグ、ボンカタとつけてポストしてください。お願いします。はい、今週ね、漫才ブームツアーで、 青森の方に行かせていただきますから楽しみやねね青森なかなかね夢で見ましたもう青森ツアーの夢を<え>全然なんか打ち上げとか盛り上がってない夢を見た感嫌な夢やなちょっと嫌やったね嫌な夢でどこへ行くかでも決まってないから2日目ねそうね 写真撮影にわ楽しみ楽しみですちょっと行きますんで来られる方ね、えー、ぜひ楽しみにしていてください、はいえー、ということで以上をお送りしましたのはこの番組は「w e d r i v e ドリームス大和物流」と「弁当を世界に招き食品」がお送りしました <music> <music>